バランス修正無意味。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ブラックマジシャンデッキ、まあなかなか最近使ってる人が見ないわけですけれども、今回はですね、あのディスコードの、天才構築家ヤトさんから教えていただいたデュエルキング達成した新ブラックマジシャンデッキ、こちらご紹介していきたいと思います。バランスっていうね、あのスキルがね修正されましてね、あのスキルの仕様が変わりましてですね、これねどういう修正が入ったかと言いますと、ここですね、自分の初期手札がデッキ内のバランスに応じたものになると。でこのスキルは、ま、モンスター魔法トラップカードがそれぞれ6枚以上入ってないと適用されない。これは今までと同じ、この後ろの3分、これが追加されました。自分の最初のターンのメインフェーズ終了時まで自分はモンスターを特殊召喚できず、モンスターの効果を発動できないと。これね、メインフェーズ終了時までなんですよ。つまりですね、メインフェーズ終了した後であれば効果を発動できる。つまり最強モンスターがね、あのいるわけです。これ Y 星流プラネタ、これは召喚したターンのエンドフェーズにデッキから、光属性または闇属性のモンスターがレベル7のやつ加えられると。これでブラックマジシャンを疑似サーチできると。これで要はナビゲートっていうトラップカードなんで、基本的に相手ターンに動くことになるじゃないですか。だから別にサーチがエンドフェーズでも構わんということなんですね。でこいつがまあ、あのブラックマジシャン持ってこれて、さらにバランスが痛くないんで、このスキルは、このスキルってこのデッキは。なので、こんな感じの構築にして、まあ、魔導陣と、ナビゲートができる構えを整えることができるという、まあ、そういう、ね、構築となっております。で、相手の強そうなモンスターはインガー切断するっていうね、まあ、そんな感じです。で、マジックカードをね、あのもちろんこの最強のブラックキャバロリーっていうモンスターを出せるようにティマイオスのマナコを積んでますね。これあのほとんどエクストラデッキ使わないんで、あの融合モンスターあのもうちょっと積んでもいいですね。あのパラディンとか積んでもいいと思います。はい。で、あの墓地除外ギミック結構多いので、回復は1枚あると、まあ、かなり強いかなといったところ。はい。というわけで、寄生後ブラマジ全然強いぞっていうところを見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ、行くぜ。解剖これが俺の切り札だ。さあ俺とゲームをしようぜ。勝者のまま姿をくらませた貴様を俺の前に呼び出すのは容易なことではなかった。だがデュエル、デュエルターンだ。焦るなよゲームは始まったばかりだぜ。めちゃめちゃ強いぜ。ハンドハンドバカみたいに強い。うわ、デッキトップクソ弱いぜ。カイバー、俺のデッキトップは何の成果も得られなかったが、このモンスターを召喚することによってお前はビビるだろう。 Y 星流プラネターを召喚、ターンエンド、エンドフェーズ時 Y 星流プラネターの効果発動、ブラックマジシャンを手札に加えることができるぜ。強すぎるぜ。先行を取ったから俺の勝ちだ。さあ来い、ガイバー。ちょっとあの魔導陣で何の成果も得られないのはきついかな。速攻魔法なし、勝ったな。手札から魔法発動。何？これ霊竜だったらやばいな。霊竜だったら待って、ターンプレイヤーの優先権でしょ。これさ、ナビゲート打ってさ、ナビゲート打って霊竜出てくる。で霊竜効果チェンジになるよね、これね、多分ね。これ霊竜だったらやばいんですよ。霊竜だったらかなりやばいんで、こうするしかないですね。これちょっと相手の反応見たい。これブルーアイズでもまあ一応除外できると思うんだよね。切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン、いけブラックマジシャン。これでターンプレイヤーの優先権がどうのこうのによって、白きレールであったとしても俺の陣の効果は発動するはずだ、順番的に。そしてマジシャンオブブラックイリュージョンを特殊召喚、モンスターを特殊召喚。そしててめえは何を出す？やっぱり、いやでもこれブルーアイズいんのかな。ブルーアイズいったらマジで王は終わりなんだけど、俺黒の魔導陣の効果発動。よっしゃ、ブルーアイズいねえ、ブルーアイズいねえ。神ゲー来た、神ゲー来た、あぶねえ。あ、マジ勝ち、勝ち。また戦ってくれ。カイバー、遊戯王はじゃんけんだな。さあお相手の方、イザヨイアキ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、バランス
貴様もバランス使いか。ハンド強いぜ。ちょっとやべ、先行取れたかった。バランスなんだろうね、バランスなんだろう、ブラマチかな。バランスってもう使えるデッキ結構限られてると思うんですよね。え、トラビットか。あ、確かにトラビットもあんまり関係ないかも。確かに確かにトラビットも関係ないかもね。確かにマジシャンもブラックエージョン来た。あー、めっちゃ光る。メイドトロップか。あー、能力吸収席あんまり関係ないぜ。なんならモンスターの効果このターン使わないぜ俺は。あー、なるほどね。はい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 、先もう発動しちゃうパターンね。で、僕のデッキとプラネタ来すぎ。こんだけプラネタ来る。お、コナミシャッフルしろデッキ。まだよ、ヒールの魔法発動。でクルーザー効果が、なるほど。これ下級かな。あ、スフィンクスだったら全然いいな。スフィンクスだったら全然、下級のモンスターの方が嫌。なんならセット、ターン終了だぜ。さあ、まだよ、トラップ。ああ、オッケー。いや、下級モンスターじゃなきゃそんなに痛くないな。私のターン、ドロー。光ってますね、多分ね。あ、光ってますね、光ってますね。永続トラップ、まあ多分トラミッドパルスかなんかですかね、あの伏せカードは。まあ、高価だったら光んないんで、多分トラミッドパルス読みでいいでしょう、あの伏せは。まあ、月の書とかかもしれないけど、まあいいや。多分なんか、まあでも月の書入んねえか。あのトラミッドパルスだと思う、あの伏せは。だからあとは俺がメインフェーズ終了前だと。バトル？もうそろそろコース。リバースカードだ。さあ、マジシャンズナビゲートの効果を発動するぜ。これが俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン。ブラックマジシャンを特殊召喚し、魔導陣の効果が発動し、てめえのモンスターは吹っ飛んでいくぜ。トラミッドスフィンクスはトラミッドモンスターが破壊されねえと出てこれねえとかいうバグってる効果してるらしいな。いけ、あ、これ最強だ。カイクだぞ、カイクを特殊召喚。モンスターを特殊召喚。そしてブラックマジシャンが特殊召喚されたため黒の魔導陣の効果発動。さらにその効果に遷移し、エセブラックマジシャンも特殊召喚されるぜ。いけ、ブラックマジシャン。っていうかブラックマジシャン立ててよかったな、これめぐるあるし。さあ、バトルフェーズは終了してるぜ。モンスターを特殊召喚。ウェイ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 。さあ、てめえのクセカードはカードを引くぜ。ナビゲートで無効にさせてもらうぜ。終わったぜ、お前のデュエルはもうこれで終了だ。これがブラックマジシャン、相手に何もさせねえ。これが主人公デッキ、先行取ったらほぼ勝てる、最強だ。お前の思い伝わったぜ。主人公デッキだけど完全に対話拒否してるぜ。これが遊戯王デュエルリンクスか。やっぱこのデッキちょっと理不尽すぎるわ。これやっぱダメだわ、このデッキ。このデッキダメだわ。先行ジンナビとかいうなんか動きひもすぎるわ。カードをセット、カードを伏せる。なに、なんとヘメのデッキ。モンスターを召喚。モンスター、マーメイドシャーク来た。いや、マーメイドシャーク強いですね。マーメイドシャークからのサイレントアングラ。オッケー、サメの領域ね。はい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 、サイレントアングラ、サイレントアングラ。マーメイドシャーク入ってるデッキはちょっと珍しいね。さあ、サメの領域発動していく。サメの領域を発動し、ランク4のモンスターを立てることができる。インチキ効果。うわ来た、うわ来た、バハムートシャーク来た。オーバーレイユニットを一つ使い、バハム近き水底から浮上せよ。先行母艦エアロシャーク、かっけえ。やべ、フィッシャーチャージありそう。終わったかなこれフィッシャーチャージキッズ、フィッシャーチャージキッズ。とりあえず Y 星流プラネタは召喚するぜ。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット。何もないのか、何もないのか。おっといけるか、これナビゲート1枚でも残ってればなんかギリギリ耐えるぞ。これブラックマジシャン2体残ったらティマヨソもなんか打てるからな俺。速攻魔法、うわサイクロンはきつい、サイクロンはきつい。トラップカードを1、やはりはリバースカードオープン。いやー、
それはないわ、それはないわ、それはないわ、ちょそれはないわ。シャークさん、シャークさん、ちょそれはないわ。何それ、ちょナビゲート2枚いったらめっちゃきついよこれ。ええ、また肉声あんの、強すぎ強すぎ、ちょ待って、そ無理だって、それじゃんけんじゃん、それ先行取った方の勝ちじゃんこれ。いや、こんなこと許されていいのか。ちょ待って待って待って、もうやめ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 て、展開しないで、もう展開しないで、またちょっとフィッシャーチャージとかやめて、本当に。またかよ、強い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 って、強いよ、絶対フィッシャーチャージあるやんこれ。ふざけんね、無理だよ、勝てねえよこれ。どうしたらいいの、どうやったら勝てんだよこれ、無理だろ。でも一応相手投げねえからまだ生き残ったわ。なんか何引いたらいいんだろうこれ、何引いたらいい、カーテンかなんか引かないと、カーテン引いても無理か。回空回空か、一緒マジで。これ先行取ってたら、でもあでもサイクロン持たれてるから微妙か、これ無理じゃないこれマジで、これマジで何もできん、まあ、負けるけどね。いや強い強い強い、ちょっと待ってちょっと待って、何もできない。いやそれはないっすよシャークさん、ちょっと観点してくださいよ、どんだけバック除去する。それはないわ、サイクロン打ちすぎだろこいつ。